おののくがいい。千人に達したこの僕の力に。戦闘開始。まさか千人モードの力を手に入れているとはな。完璧な力を得たこの僕にどこまで抵抗できるか見せてもらう。やつ程度ならばそう時間はかからない。お客さんしてくる。僕のこと舐めてるよね。サスケ君、君と僕の目的は同じ。一緒にこの箱寿司をなそうじゃ。あと豪華級だ。俺のこの箱寿司は俺だけのもんだ。あの時より相当腕を上げたようだな。これはいかがだ。あと豪華級だ。ここまで戦えるさすが内配置族。ぜひこの手応え、やつはまだやるね。けどもはや完璧な僕にはこの程度の傷。引きはしないんだよ。大した回復力だな。どうする。俺に任せておけ。奴を道術にはめる。道術に？一体何を？悠長に話している暇などないよ。先方、武器転生。これは…感知能力が今までの比じゃなくてね。ない。いいね、この状況。さて、先方、迫撃の術。あの状態でよくも。お前の行動パターンは分かった。これからは俺が操る。操る？さっき言ってた道術か。一体何をしようってんだ。奴の運命を握る究極の道術。ざれ事を。何か策を講じているようだけど、今の僕には何をやっても無駄だよ。どんな能力も合わせ持つ僕は誰も届きはしないのさ。サスケ、俺から離れるな。戦闘開始。
本当の力を知らない。今何を語っても無意味だ。魔導士せいはっこちらだ。カトン無価値の術仕掛けている。だがもう少し時間がかかる。さあ行こうか。絶望は終わりだ。ホタンカトン防火球の術サスケ君、兄を追い込んだこの花を君は許せない。君の気持ちはよくわかる。僕も同じだ。僕は君の理解者だ。サスケ、耳を貸すな。奴は俺以上に嘘がうまい。それにな、里がどんな闇や矛盾を抱えていようと、俺はこの花の打ち配たちだ。ケントンで投げる。あとは防火球の術。俺の通り。やれやれ。太陽よ。僕の駒として働いてもらわないと。俺がやった。あとはストップ。
俺がやる。お前の負けだ、カド。まだだ。僕にはオロチマル様の力がある。言ったはずだ。お前の行動パターンは分かったと。これよりイザナミに入る。こちらも言ったはずだ。何もかも手のひらで踊ってると。君も例外ではないんだよ。お前の運命はすでに俺に握られた。それをなす一家の禁術、それが頼みだ。サスケ、俺から離れるな。まるでデジャブだね。もう見飽きたよ。お前の運命はすでに俺に握られた。それをなす内派の禁術、それがイザナミだ。サスケ、俺から離れるな。何なんだこれは。お前は俺の道術にはまった。僕は完璧なはずだ。そんな僕が。わからないのか。お前は決して完璧ではない。うちはいたち。奴はこのループから逃れることはできない。運命を決める術、これがイザナミだ。俺の道にもようやく終わりが見えた。父さん、母さん、あの時たもとを分かった道も、これで
ね、牛、猿、トラ、タツ、イ。これ以上は俺のつくよみでも反応しない。怪術の因はこれで全部ということか。無限に続くループ、それがイサナミ。一体いつ仕掛けたんだ？カブトが最初にお前の刀で俺を攻撃した時だ。あの時か。ループにはまったカブトは身動きが取れない。そして俺のつくよみで江戸転生の怪術法を聞き出した今、あとは兜を操り江戸転生を解除すれば、転生の死人は全て消え、戦争も終わりの時が近づく。なら兄さん、あんたも。俺は木の葉隠れの内牌たちとしてもう一度忍び里を守ることができる。もうこの世界に未練はない。なぜだ、兄さんにあんなことをさせた木の葉のために、なんでまた兄さんが。兄さんが許せても俺が木の葉を許せない。この世に未練がないだと、俺をこんな風にさせたのは兄さんなんだぞ。お前を変えられるのはもう俺じゃない。だからせめてこの術を止めることが今の俺にできること。ナルトに託したことをないがしろにしないためにもな。つくよみ、もう何を言っても無駄なようだな。あんたといると昔を思い出す。兄を慕っていた幼い日の気持ちをな。だからこそなんだ、昔のような仲の良かった俺たち兄弟に近づけば近づくほど、あんたを理解すれば理解するほど、あんたを苦しめた木の葉の里への憎しみが膨れ上がってくる。前にも増してどんどんそれが強くなる。あんたが俺にどうしてほしいのかは分かってるつもりだ。あんたは俺の兄だからこそ俺を否定するだろう。でも俺もあんたの弟だからこそ、あんたが何を言おうと止まらない。ここで兄さんが里を守ろうとも、俺は必ず里を潰す。さよならだ。兄さん。まだ間に合う。サスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。
お前が父を母を内派を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。これで最後だ。本当に。ありがとう、サスケ。お前の兄として生きることができて、俺は幸せだったよ。